やっぱりすごい惹かれるな、先人の人のもうね、もう研究開発尽力のおかげですけど。そうですね、夢がそのままなんか移動してるみたいな感じが、あるんで。いや栗橋さん、こう続いてこのソアラの、はい、あのこちら建物の中で見ていただいたソアラよりも新しい、そうです、その次のソアラですね。前がチェンジしたソアラですね。少しやっぱ丸みがありますか。そうですね、もうこの時代からだいぶもう丸みを帯びてくるような形になりました。ねえ、はい、あ、でやっぱりこうヘッドライト少し、細いですか、薄めっていうか。そうですね、まあ、流線形じゃないですけど、まあ、だんだんとこう近未来を、時代を先取るようなイメージで作られていった時代ですかね。ああそうなんですね。今の車の、はい、もうクラウン、今の新しいクラウンとかだともうヘッドライト、はい、あれどうしちゃったって本当になんかもうだいぶね、あのだいぶなんか細めにして輪郭変わってきたっていうかね。だいぶそうですね、美しいさとともに、でも新時代ってそれだけやっぱライト自体が、あの昔よりももうライト自体を大きくしなくてもそれだけやっぱり明るい発光するっていうところがあるんですかね。はい、まあ、あとはその見た目というか、まあ、デザイン性のを重視してると思うので、はい、あ、なるほど。やっぱりでも空気抵抗とかいろんなことを考えるとね、はいはい、うん、そうなんですよね。でも やっぱ個性的なのは本当に旧車、やっぱり、まあ、こちらのね、はい、クレアさんがおっしゃったネオクラシックも含めてやっぱりすごい惹かれるなぁ。やっぱこの少しやっぱりだいぶフロントが少し、はい、そうですね、結構ノーズが低く作られてるんで、ね、車高がすごい低く見えるんですよね、あとはその、まあ、流線形としてはそういった形で、まあこれだけでもやっぱこれノーマルでも全然かっこいいんで。そうですよ、はい、これでもこの下のダクトの下とかこれも全部これノーマルですか。そうです、あのソアラの今こうついてるバンパーとかいろいろあるんですけど、これがあの純正のエアロなんですよ。純正フルエアロっていうのがついてる状態なんですけど、これが今すごい希少で、某オークションとかでこのフルセット出てると綺麗なものだと30万ぐらいするんですよ。もっとするかな、なんせ残ってなくて。あ、もうそうなんですか。そうなんですよね。でこのバンパータイプの、またちょっと違う薄型になるんですけど、今そっちが多いかもしれないですね。結構残ってないんですよこれが。純正フルエアロってことで、はい、じゃあトヨタで出した。そうそうです、メーカーのエアロです。このソアラのエアロですね。はい、憧れるな。もうこれあるだけでかっこいいですからね。ね、はい、やっぱりどうしてもその、ね、昔だとサイドはこのサイドステップとかって言ったりなんか、はい、サイドスカートとかって言いますけど、やっぱそれエアロがこれあるだけで全然変わってくるとか、なんかこう、はい、ふっとなんか人間で言えば歩幅も変わるっていうか、うん、なんかこう、うん、ちょっと大きくね、はい、全然違ってくる、大きく本当にね、この白もいいですね、はい、これがいわゆるスーパーホワイトになりますね、はい、あ、はい、スーパーホワイト憧れたなー、すーってやっぱ このラインが良くて、これでも上開くようになってますね、はい、あ、これあのこれが純正オプションのサンルーフで、これもちゃんと実動します。これはもうじゃあこう、はい、横にスライドして、そのまま横にビーッと開きます、あと実はこのあとサンルーフのこのバイザー、これもオプションなんですけど、これ激レア品なんですよ。これがまずないですか。これもないです、はい、このセットで見えることってあんまりもうないんじゃないかなと、はい、だからふーってサンルーフ開けてもここでこの風もスーッとこう後ろ流れていくよっていう。そうですね、はい、あ、すごいなって。だから思えばサンルーフとかっていつぐらいからついたのかな。サンルーフはですね、もうちょっと前から多分あったんですけど、はい、もちろんあの前のソアラもオプションでつけることができたんですよ、はい、昔僕あのキャロルのキャンパストップに乗ってて、はい、あ、そうなんですか。あれもね、
キャンバストップってこう上ギヤーってあのホロみたいのがスライドしてあくんで、ね、開放感ちっちゃい軽なのに、はい、すごい開放感あったんですよね。はい、だからなんかある時から人はだから多分オープンカーに対して憧れとか、はい、何かこう天気がいい日にやっぱり光取り込みたいとか風をやっぱり、車内にっていうね思いが、はい、いや、 やっぱこれはもう先人の人のもうねもう研究開発尽力のおかげですけど、そうですね。ね、はあ、やっぱすごいですね。このやっぱサイドですよね。24バルブツインターボ、これがやっぱりあるだけで全然変わるんで、このロゴがね、はい、これがだから24バルブって、じゃあその、あと、まあ、小さい車になると12バルブとかね、そうですね、とにかくなんかこれが書いてあるだけで たまらない。でロゴの大きさとかにもねよって、はい、結構それを大きく取るとこもあるし、はい、あとこれツインターボ、なんでターボだけこの小文字になってるんですよね。そうなんですよね。ね、はい、これあえてツインとターボをね、大文字から小文字に変えるという。はい。はあ、ここで一発こう、あ、こう、あ、ツインにも敬意を表して、その後ターボ、あ、ターボはターボで、ツインターボを合わさってて最高だねっていう。そうですよね。これやっぱデザイン性がやっぱいいですもんね。いいですよね。はい、かっこいい。まさにツインターボっていうのはターボが2つってことですか、はい、そういうことです。めちゃくちゃ、はい、もうピンピン速いってことですか。そうですね、やっぱこのソアラ乗ってた方はもうみんなやっぱこれ速いって言ってました。実際にあの踏み込んでブワーンって加速していくと、うん、これ結構速いです。っていうことはこれあの先ほどの中で言ってもらったら3リッターでしたけど、はい、2リッターツインターボってこれ走るにはその一番2リッターの、はい、それだけ車重も軽くなるんですか。車重自体は、うん、そうですね、ほとんど向こうのソアラとはちょっとボディの作り方が全く違うんで、あの車重はまた変わっちゃうんですけど、はい、そうですね、まあ割かし、あ、でもあんま変わんないから、これ3リッターのグレードもあるんですけど、はい、ただそんなに大きな差は出てないですね。あ、そうですか。はい、いやー憧れるなー。うわ、モモのステアリングが、これも、まあ、中もそんなゴテゴテにいじってなくて、ええ、まあ、ほとんどノーマルですかね。まあ、シートだけあの前のオーナーさんの好みで、ええ、あのこれの前期型のシートついててちょっと柄が違っちゃってるんですけど、ええ、それはこう、はい、シートも変えたってことですか。シートそうですね、あの変えられてます。乗せ替えて、はい、はあ、リアシートもじゃあ全部乗せ替えて、あ、そうですね、運転席助手席とリアシートはあの前期のシートになってますね、はい、すごいな、やっぱこだわりで。これね、昔の車っていうのは本当にあの、まあ、今灰皿がもうついてなかったりするね、今の時代の車ってありますけど、すね、昔は必ず灰皿がついてて、でこのいわゆるツープはクーペですけど、あの、はい、後ろの人もタバコ吸えるように、はい、あそこの灰皿がね、そうですね、あの心遣い、はい、いやー嬉しいね。たぶんだからより昔の方がこう何でしょう、部屋、本当に部屋が走るっていうか、車にいることのなんかこう幸せっていうんですかね、乗れ、乗って走るというか、まあ、夢がそのままなんか移動してるみたいな感じがあるんで、いろんなことにねこう心遣いがやっぱり全部加味されてますよね。あ、さっき言ってたソアラのあの鍵穴の、あ、はいはい、これ左ですね。マーク、あ、そうなんですね。そうそう、これ左なんですよ。マークツーは右だったんですね。はい、そうなんですね。そうそうそう、これがかっこいいんですよね。これかっちょいいんでしょ。そうですね、もうソアラといえばやっぱもうこのテールっていう感じですね。そうですね、はい、もうかっこいいですね。すぐやっぱ認識やっぱできますよね、本当に、はい、そうなんですよ。これテールのやっぱ幅が太いなっていうのと、やっぱ間にこれこうパッとこうこうね、そうです、ここにこう入れて、そっか、これがかっこいいです。これ夜になるともっとかっこいいですから、ね、かっこいいや、テールランプが、これ空だねっていうのやっぱりそうアピールがすごいですもんね、はあ、でもそれだけやっぱり
また今クリアさんおっしゃった時、はい、昼もすごい目立つけど、目立つし、やっぱり目を引く、あまり車ですかね。でも夜も夜です、ね、そう、夜は夜でかっこいいですやっぱりね、はい、うん、いや、そうしていますよね。昼もだけど、夜はもっとグーッとくるし、夜の顔持つんだけどね。うん、夜の方が生き生きするみたいな人もいるし、やっぱりね、うん、もう、はい、全然飲むまで全然違うねって例えば、ね、いや例えばね、いや俺キャイーグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。